カヒコ深夜便、こんばんは。ナビゲーターの酒井です。本日も前回に引き続きレスイズモアについて話していきたいと思います。はい、前回、うん、ちょっと自分が想定してた方向じゃない話が出たなと実は思っていて、あら、どっちかっていうと、うん、なんか芸術論的なところをなんか話して、うん、話そうと思ってた、話そうというか話して、うん、あ、そういう話になるのかなっていうふうに思ってたけど、うん、まあこのご時世が反映された内容になったなっていうふうに、まあ芸術論というか、うん、どういうこと？芸術論、まあ、表現というか、うん、その井川さんは過剰だけど、うん、井川さんがのアウトプットっていうのは、うん、その常にその、まあ、レスイズモアを、まあ、別の言い方というか別の表現すると、まあハイコンテクストなこととかを基本は意識してたり、まあ以心伝心とか通過とか、まあ言わなくても分かるとか察するとか、まあそういうね、まあいけずっていうか、なんていうか、なるほどなるほど、そういうなんかそれ、そういうものとして始めたものが最終的にこう伝わらないことによって、そのもう我慢できなくなっちゃったみたいな、まあ、ところなのかなっていうのは、思う、ね、その芸術っていうか、まあ、まあ全部伝えたらなんていうか、そのやりたいことっていうのが、はい、そのなんていうの、再現性の難しいものをやりたいわけよね、僕は、はい、その再現性のあるものは僕がやる必要ないだろうと思っているからね。まあ、そういうもんですもんね。そう、再現性って、再現性ってだから誰がやってもできるようなものにあまり興味がない、はい、まあそれは自分本位なのかもしれないけど、自分ではそういうとこはアーティスト気質だと思っていて、はい、みんなができることはやってもしょうがない、はい、ただアーティストっていうと自分に関心がある人っていうのもアーティストじゃない、はい、ね。でも僕の場合は自分にあんまり関心がないっていうか、そうですよね、作品に関心があるわけ、はい、だから僕にとっては豆彦っていうのも一つの作品、アーティストとしての作品だけど、はい、そこはすごくなんかこうスタッフがやってたり、はい、いろんなお客さんがまあ一つの長テーブルに入ったりっていうことも含めたら偶発性が生まれる、はい、その再現性の低いものをお店っていう形でやりたかった、うんうん、だけど世の中的に見るとその判を押して同じようなものの方がみんな安心ができて、うん、なんか行ったらどんなことになるか分かんないような店より、うん、行ったらもうちゃんと何が出てくるか分かる店の方が好き、うん、だから分かりやすいのが、うん、方がいいみたいな、うん、こう世の中というか文化とか、うん、いつの間にかなんか、うん、もともと逆だったんじゃないのかなと思うんですよ、うん、その分かんないやつが野暮で、うん、そうなのが分かんない、いやそんなの分かんないよって言われちゃうみたいな、うん、いや分かんないお前がさ、うん、みたいな、うんうん、いや説明してもいいけど説明すると野暮になるけどどうするっていう、そうそうそういうことなんです。でも説明していただきたいですみたいなね。あ、そうそうそう、すいませんバカなんで説明させてくださいみたいな、うん、そういうこう教えてくださいみたいなものだったはずが、うんうん、そうで、まあさっきちょっとその、うん、最近メニューの表現が変わったみたいな、うんうん、で、うん、まあなんかメニューの名前のね、うん、メニューってそのメニューの中身じゃなくて、うん、メニューの説明、メニュー表ね、うん、そう、うん、でまあこう名前があって、うん、メニュー名があって、うん、もうあとはもう歌書いてあるじゃないですか今子供の詩ね、そうそう、ね、子供の詩ね、うん、
まあ、そういうのもそういうことじゃないですか、うん、そうだね、うんうん、突然ね、うんうん、どういうことっていうね、そうそうそう、うん、でまあそれは、当然そのだってお客さんが減ってね、うん、暇になったら、うん、コミュニケーションのきっかけが必要じゃないですか、うん、だって、うん、その全部メニュー説明してたら注文して終わりなところ、うん、こうなん初めて来た人が、うん、初めて来る人がこの状況でいたらすごい、うん、そのすごい人だなと思いますけど、うん、まあ来たかった店に来るってなった時に、うん、これ何ですかって、うん、だってカフェオレって書いてある下にね、うん、子供のなんかおならのことが書いてあったりするからね、うんうん、だけどこれはそう本当にその通りで、今大事なことって、うん、そのなんて言うんだろう、何も持たなかった子供が、はい、不安を感じないで生き生きと生きてたっていうことでしょ、はい、今なんて言うんだろう、いろんなことを知りすぎちゃって不安なんであって、はい、知らなければその不安もない、うん、つまり人間って持ってる元々の強さみたいなものを考えるきっかけが欲しいなと思うわけよね、はい、でそれをなんて言うんだろう、メニューの下に書いてあるっていうことをで別に特にメッセージっていうより、まず普通はなんだろうこれっていう違和感を持つ、うん、まあそうですよね、何これって、うんうん、ところが何これっていう人っていないのよね、なるほど、うん、なスルー、あースルー、うん、スルーするっていう、これは多分本当にここ数年じゃないかと思うのね、なるほど、だから僕が豆彦を忠彦っていうやるのやって、はい、今日一日メニューただですって言っても、はい、スルーなわけ、はい、うん、分かりました、ね、お客さんがですか、お客さんが、え、ただ、え、そんなまたなんか騙されてんじゃないのとかっていう過剰な人はいなくて、いないですね、うん、ただですか、はい、分かりましたっていうスルーね、でそれはまあ心の中がどうなってるかそこまでは分からないけれど、感情的に揺れるっていう、はい、その感情を揺れるっていうことに対して、はい、何かすごく恐れがあるんじゃないかなって僕は思う、うん、感情が揺れてはいけない、はい、感情を揺らしたのが悟られたらそれはとても危険なことっていうか、はい、あの危ないことってなんだ、うん、っていうふうに思っているのか、はい、なんていうのかな、ちょっとまた話飛んじゃうんだけど、はい、うちのお父さんとお母さんがいて、はい、お父さんって島根県の松江出身なんですよ、あ、そうなんですか、うん、でうちのお母さんっていうのは北海道の札幌出身なんですよ、でうちのお父さんが銀行員で札幌支店に配属された時に、まあ職場結婚したんだけど、本当にうちのお父さんっていうのは全くもってポーカーフェイスの人なんですよ、うん、言ってましたね、うん、笑うでもない、はい、うん、っていう、でうちのお母さんっていうのは、まあ、っていうお母さんの家っていうのかな、北海道の気質っていうのは、はい、まあ、そういう意味ではこの、はい、まあっていう感じがあって、はい、でうちのお父さんを見る限り確かにお父さんの家の方は日本海のはい、はい、ね、なんか本当に、うん、寡黙っていうか、みんな、はいはい、ギャーとかワーとか言わない、はいはい、でもうちのお父さんを見てても、うん、そういう何かこう例えばこのメニューをギョッと見せたらなんていうの、スルーはしないと思うの、うん、そうですよね、うんうん、何をやってるんだ、うん、とかそっちとか、いやいやちょっとかっこうちょっとこう、うん、ニッと笑ってみるとか、うん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 、面白いこと考えてるなっていう、はいはい、なんていうのかな、コミュニケーションが取れない感じじゃない、コミュニケーションの程度が違う、母と父では、でも感じている、ね、感じてない人ではない、そうです、ね、っていうことは子供ながらに伝わっていて、うん、はい、あ、同じように感じていても表現の幅っていうのは人それぞれだなって思ってた家に僕は育ってるんだけど、はい、本当にお店を始めてからっていうか、ここ何年か感じてないっていう人がいる、うん、まあ少なくとも感じているかどうか伝わらない、うん、まあ、感じてて伝えないってどういうことなんですかね、うん、だから
ら感じてて伝えないっていうのがどうしてなのかなっていう疑問が一つあったのと、え、感じてないのっていう、え、いやこのメニュー見てメニューだなと思いました。あ、そうなんだ。だからなんかこの自分ごときがこのメニューに何かこう感じてはいけないと思ってましたっていうようなね、はい、あ、じゃあこの人に何て 言ったらいいんだろうっていうことと、うん、なんでこんな風になっちゃったのかっていうことがすごく僕の中ではあのギャスが騒ぐことね、こんな人いるんだよっていう、うんうんうん、あのいいとこ悪いって言ってんじゃない、なんでこんな風になっちゃってるんだろうっていう疑問みたいなことが、あのあるのはあるね。若い人ってことですか。若い人、まあ付き合ってる人で言えば若い人が多いから若い人ってことになるのかもしれないけど、僕はね一番最初にそのことを感じたのはね、はい、このお店を始めてっていうか会社を始めて、はい、うーん、まだお店始め5、6年の頃かな、はい、まだすごく僕もやる気に満ちててアメヒコに対してね、で若い子たちも育てなきゃっていう意識が、はいはいはい、まあ、育てなきゃっていうかいくら言っても伝わらないから、これはもう育てるところからやらなきゃいけないんだと、はい、でその時に、あ、これはちゃんとリクルートをして、はい、リクナビだとか何だとかでちゃんと新入社員を取って、はい、社員教育をして、はい、そういうことを怠ってるから伝わらないんだって言って 社員教育みたいなことにちょっと期待してた時期があったね。で例えば早稲田の慶応だの、うーん、立教だのなんかそういうのを取ってた時期があるのよ、新入社員で会社で新卒でですか。新卒で。あ、そうなんですか。そう、あ、そうなんですね。そう、へえ。でちゃんとそうすると何、リクナビなんかやると担当者がつくからさ、はいはい、そのなんかじゃあ会社説明会なんかは御社はどうされますでしょうかっていうから、宇田川の店ちょっと閉めたりして合同説明会してみたり、あ、そうなんですね、なんかブースに分けて、はい、それぞれ学生たち5人とか10人ぐらいにチームに分けて、そのそれぞれこうチュートリアルみたいなことやってみたりっていう時が 1、2年あったね。でその時に取った子たちが、はい、まあ一応お金かけて取ってるからね、はい、育てなきゃなって思って、はい、やった時にね、こいつらにはもういくら言っても伝わらないんだっていう時の絶望感っていうのが僕の中にあって、一人の男の子、その時はね暑いからさ、はい、家に泊めたりしてたのよ。家ってことですか。家、そこからサンミュージック方式、だからもうその取った子たちを家にね、はいはい、それこそ寮のように貯めて、箸の上げ下げから、なんかそんなんじゃダメだよとか、あ、なんかそんな三角食べしなきゃダメじゃんみたいな、あ、じゃあご飯 ばっかり食べはダメだみたいなね、そんなんじゃ人の気持ちがわからない分かるようにならないぞみたいなこと言ってたりしてた時期があって、はい、それでその時にね、なんか一つエピソードがあって、はい、本屋に僕が行ってね、はい、これ昔の酒井君に喋ったような記憶があるんだけど、はい、本屋とかに、まあ、純駆動みたいなところに行って、はい、あのこういう本を探してるんですけどって言うと、はい、少々お待ちくださいって言ってレジのとこにあの何ただいま接客中みたいなこうボードをボンと置いて、はいはい、ビューッと走ってって、もう5分ぐらい何にも梨のつぶつなのにスススススって言ってきて、こちらですねって差し出してレジ開けて、ちゃ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 、はい、1500円ですって言って、あのお会計を言うやつが多すぎるって俺その時文句言ったっけ、はい、でその彼に、その彼に、はい、それおかしいだろって、はい、だって本屋なんだからどこどこの棚にありますよとか言ってくれれば、うん、その本、その探してる本だけじゃなくその左右にある本だとか、 その本棚全体を見て、はい、あ、こんなような本もあるんだっていうことが知りたいから本屋に行ってるのに、はい、その目的の本だけひょっと持ってきて、はい、これでしょって言うんだったらそれ意味ないじゃん
アマゾンでいいですね、アマゾンだって合わせて読みたいっていうアマゾンだってやってくれる、ね、リコメンドするんだから、うん、リコメンドをすっていう機能を取っ払ってる店員はおかしいと思わないかって言ったら、はい、全然思わないです。あ、何がおかしいんですか。いやだからそれってさ、だっていやだってこれを探してるんですけどって言って、これを探してる本を持ってきてそれがおかしいって言われたら、だってどうしたらいいんですかみたいなことを大真面目に言ったんだよ、はいはい、そいつがね。で頭にきてうちに泊まる日にお前ねっつって、そんなんだったらこんなやつをどう育てたらそのうちにねふさわしくなるのかって、はいはい、本当に大きく悩んで、はい、だからねこれはこうでとかっていろいろ言ってみたけど全くなしのつぶてで、はい、それこそあの新つぶてはおかしくのれんに腕押しで、はいはい、その他にいたような子も、うん、まあ別に何がおかしいか分かんないみたいなニュアンスだったわけ、はい、でこの時にだからそういうのが、まあ、ずっと続いてさ、うん、俺がおかしいのかなるほどっていう経験が、はい、あったよ。何の話したか忘れちゃったけど、まあ何の話だっけまあだからその言わなくても分かるっていうことはないってことですよね、うんうん、そう、うん、言わなくてもだってそれ本屋の店員も分かってないってことですよね、うん、分かってない、うん、でだって本屋の店員でそれはそのそういう本屋の店員が一人二人いたんじゃなくてそういう店員ばっかり、うんうん、なんならその本屋がそういう指導してる、うん可能性もあって、もうみんなで分かってないっていうか、うんうん、それでおかしいと思っててそれ言ったら 何がおかしいのか分かりませんって言われるし、で、まあ、そう結局その採用したその彼の顛末を見ても、はい、まあ、うちに造反するような形で辞めていくんだけ ど、 なるほど、まあ、案の定だなと思う、うん、だけどなんとなく自分は正義だっていう感じで辞めていく感じも含めてみると、うん、言っても分かんない、うん、でも言わなきゃはもっと分かんない、うん、っていう時に僕がもしあれフリーランスのディレクターだったら付き合わないっていう選択肢があったと思う、まあ、そうなんですよね、うんうん、会社なんかやってなければそういうやつらは付き合わない、やっぱり一流は一流としか付き合わないみたいなところで、はい、なんて言うんだろう、バカと付き合ってもしょうがない、バカと付き合うなっていうメッセージはあったかもしれないけど、うん、はい、会社をやってるとかお店をやってるっていうようなことがあるし、そのまあ何て言うんだろう、いわゆるじゃあそのバカの定義は何なのかっていう、はい、もっとそんな何て言うのかな、低知能っていうか分かんない人はいっぱいいるよ、はい、だけどそういうんじゃない、なんか自分が我正義っていうスタンスで、そんなの知ってて何の意味があるんですか、それは井川さんの意見ですよねみたいな、もちろん俺の意見だよって、うん、嫌だったら本屋行かなきゃいいんじゃないですかみたいなああそうなんだ、そういうことを言ってんじゃないんだよ、だって本屋っていうのはそういうことをおすすめするっていうために、いやためにというか、そこの人はだってそういうことが、あ、おすすめするってことが楽しくてモチベーションとなったよ、いや、なんなら誇りと思ってやってんじゃないのって、うん、言われたものを検索、そのただ検索で探してくるだけだったら、その人は何が楽しいか、楽しいことが半減するじゃんみたいなこと言っても、えみたいな、なのに、いやごめんね、うんうん、なのにそいつがやりたいことは将来カフェをやりたいなんだよ、はい、あ、だからそれが理由の、あの死亡理由なんですか、そう、そうそう、それがちょっと聞きだったんですよ、それでカフェがやりたいとかっつって、でもこんなやつカフェやっても意味ねえからまあね、うん、まあ、どんなカフェになるのか分かんないけど、まあ実際そいつはその何年か後にカフェを作ったらしいんだよ、潰れたからね、ふんってなもんよどんなカフェ作ったの、知らない、知らないですか、うん、あんまり言うとかかわいそうだから、そうですね、言わないけど、でもまあそれは別にそれのせいで潰れたとかそんなこと言う気はないけど、なんか伝わらないっていうことに対してどうしたらいいんだ、うん、こっちはね、うん、
伝えた方がいいと思うし、でも伝えだからまあなんていうの、だからどうやって人と付き合おうかっていうことはすごく考えてたよあの時。それにその2年間とかやったんですか、リクナビ。やってた。リクナビ残ってんですか今。誰か残ってない。あ、ゼロです。うん、ゼロ。だからリクナビとかじゃない、目があって段ボールに入ってた子猫を拾うみたいな形で目があって拾ってきたような子たちは残ってるけど、なるほど、そのリクナビですみたいな形で撮った子は一人も残ってる。そうですよね、うん、そんなの人が、うん、そんな時代があったっていうのが結構驚きですね。だからそういうなんていうの、一通りやってみてるんだよね、いろいろちょっと普通のこともね、普通のことセオリーみたいなねそう、うん、なんかその経理一つ取っても、はい、なんかこうちゃんと領収書はいついつまでにどうだろうだろうですとか、 あとは週に1回朝朝礼をしてみたりとか。あ、そうなんですね。やつ、うん、あの NHK から直帰は禁止ですとかああその頃、ね、うん、タイムカードの押す時間はちゃんと何分っていうふうに決まっていて、あの何分刻みですとか、そういうことやってたよ、でやってるけど、やればやるほどなバカじゃねえのと思ってて。そうですね。でもそれをいや会社なんだからそういうものだと思って言い聞かせてやっていた10年ぐらいは、で10年ぐらいやった挙句にまあなんていうんだ、会社の変遷があって、はい、もう何タイムカードは何分前に何9時からって言ったら8時55分ぐらいに頃には来てるのが普通じゃんみたいなこと言っても、えなんでですかみたいなこと言って、いやなんでっていうかさみたいなこと言われあって、でももううざいから、いいよこんなお店なんて本当毎日火事になってなくなっちゃえばいいのにと思ってたよ、雨暇なんて。そんな時代があったと。ところがもうだから今残ってる人は、はいはいはい、言われなくても9時前 に来る、うん、うん、あの一部来てない人もいるけど、まあ、基本的に来るのは当たり前ですよねって、そのなんで来るんですかみたいなこと言ってる人はいないし、なんて一時が万事、いやまあそれはそういうものですよねっていう人たちだけが残ってる、まあ、でも分かります。それも本当すごい最近のことで、結局その在宅勤務と、そのオフィスに来るのが、まあ来たい人はそのどうしてもオフィスで来たい人は来ていいことにしてて、在宅でもいいよみたいにしてるんで、まあゼロの日は今のところないんですよこの状況で。で自分はまあ一応毎日出勤のちょっと役割で行ってるんですけど、その電話はまあ鳴るんですよ、本数は減りましたけど。でもマーフィーの法則じゃないけど、ずっとないのにいきなり2本ぐらい同じ時間になったりとか、そういうことがあるんですよ。でその時にね、その3人とか、今日2人だなとか3人だなとかっていうのが分かるわけですよ、もう事前にスケジュールで。でさ、その状況で2人でご飯食べに行ったりとかするんですよ。いやいやいや3人いて、で別にそれをしかもその、まあ、2人でご飯食べに行くとかもどうかなと思うし、その自分見て2人になってるのに、なんかそのリフレッシュルームで弁当食うとか、いや、もうじゃあ言わないとだって分かるじゃんみたいな、別にそのリフレッシュルームみたいなもんじゃん、ガラガラのオフィスなんて。そのちょっとその電話のトレーでちょっと、自分 の, その座席でモニターの前が嫌だったら、なんかちょっと違うとこで飯食ってもいいけど、なんか電話があったらパッと取れるようなとこにいたらっていうね、いいことだ。そう、そういうのってこの状況で、そうかみたいな。でそれがこの子だけなのかなと思ったらほぼ全員なんですよ、マジかと思って。そうやっぱだからそれをなんて言うかだよね。色ってことですかってなっちゃうからっていう人もいるから、色とは言ってないけど届く距離ぐらいにいた方がいいっていうふうにおじさんなんかは思うんだよねみたいなことでしょとか、いや悪いんだけど、今日もう朝の時点でね、もうあまり続くから、朝の時点で、
今日あるんだけど、あ今日弁当なのって、うん、買ってきてんのって、うん、持ってきてんのとかって言うと、うん、あ持ってきてますって言ったら、うん、ちょ悪いんだけど、うん、今日ちょっと座席で飯食ってくんないみたいな、うん、でそれぐらいだと意味が分かるんで、うん、人は多いんで、うん、あ電話のことなんだろうなっていうことで分かるんですけど、うんうんうん、いやもうちょっと分かってほしいぐらいの感じ、うん、そうそうそう、うんうん、もうこの状況で分かるだろうっていうのとか、うんうん、普通にランチ誘う人とかね、うん、一緒にランチ行きましょうみたいな、うんうんうん、いやいや一人になるじゃん、俺だけになるじゃんみたいな、うんうんうんね、まあ俺が嫌だってわけじゃないんだけど、うんうん、だからそういうのとか、いやだからいっそさ坂井さんもみんなでランチに行きましょうよ。いやその時の時間帯の電話はもういないってことで、あとかね、そう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 、いうつまりなんかこうコミュニケーションでそこはあ分かってて、あそう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 、うん、分かっててもう、まあ、もう電話なんてめったかかってこないし行きましょうよっていうこととかね、そう分かってるっていうことじゃないんですけど、分かってるっていうことが分かってくれればそこでのジャッジメントはあるけど、うんうん、分かってないから色ってことですかって言って、別に色って言ってるわけじゃない、えじゃあ行っていいんですか、いやあめんどくさいですよねいますって言われるのがめんどくさいよね。そうです、だから人柄はいいから分かってたら絶対、うん、先ランチ行ってきますとか、うん、2人行っちゃうけど大丈夫ですかとか言うはずなんですよ、うん、なんだよね、だから人柄はいいの分かってるんで、うん、言わないってことは絶対分かってないってことなんですよ、うん、そう、うん、そうそうそう、うん、だからうーんみたいな、うんまあ、いい人なのかもしれないけど、うん、うーんみたいなのがあって、うん、でもそんなことにいちいちでそれ言うとさ、坂井さんって意外と思ってたより決断なちっちゃい男なんですね、とか細かいとかね、うん、うるさいとか、うん、休憩ぐらいさせてくださいよとかね、うんうん、もうややこしいから、うんまあ、言わないですけど、うん、ここで言ってるけどね、うん、だからねいやだからそういうことが、僕も会社を作って10年以上、もう僕は会社自体を作ったらもう20年近いからね、うん、あの豆彦始まってからももう15年経ってんだから、うん、その間いろんなそういうことは思ったわけよ、はい、でまあなんて言うんだろう、まあ会社の業績でもすごく良ければさ、はい、ぐん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 伸びればそういうことで100難隠すってことがあってね、はい、まあまあ新入社員ってのはそういうもんだよな課長みたいな、そうっすねみたいな、こう世代のヒエラルキーがあればさはい、はい、そうだったかもしれないけど、まあこうか不幸か本当に何て言うんだろう、生え抜きだけが残る7人の侍状態だからね、はいはい、だからその7人の侍状態になっちゃうと、あの時のコミュニケーションのなんかその管理費も含めた、はい、あれはコミュニケーションに非常にコストがかかっていた、あれは何だったのかってなっちゃうわけよ、はい、でそれは本当に何て言うんだろう、いろんな人がいて、はい、そのいろんな人がいていいと思ってるんだけど、何て言うんだろう、いろんな人がいていいっていうこととその前提みたいなものが違う人もまでいていいっていうことにはならないんだよね、うん、そうなんですよね、うんうん、だからいろんな人がいていいんだけど、うん、だから何やってもいいっていうことにはならないと、はい、でちょっとこう最近聞いた話でね、はい、これもちょっと関係ないんだけど、はい、まあいいんじゃないみんな人それぞれでっていうのが、うん、まあ今の人の主流だと思うんだよね、はい、いいんじゃないそれも多様性じゃない、人それぞれでいいんじゃないって、でそれってまあ僕の言い方すれば母性的だと思うんだよね、うーんまあいいんじゃないって、だけどどこかでね、いやそれはダメだよ、もうこれはもうみんなで飯食いに行くなら飯食いに行く、行かないなら行かない、うん、そういう風にさとにかくそうしようよっていう、まあそれを不正だとすれば、うん、そういう人が周りにいる人といない人とでは人生が違うんじゃないかって話はある女性としてたのよ最近、うん、やっぱり何でもいいんじゃない何でもいいんじゃないっていうのはすごくどっか許容されてるような気がするけど、はい、どこかで突き放されてる、そうですね、うん、まあそれはあなたが決めたことだからそれでいいんじゃない、私はそれを
認めるし、逆にどうこう言える立場でもないし、うん、っていうのってどこかで温かいけれど冷たい、うん、でその時にいいからお前飯はみんなで食いに行くんだよお前、酒井一人じゃかわいそうじゃん、電話かかってきた時さ、いやいや酒井はいくら右耳と左耳あるって言ったって見られる立場ではないんだけど、2つ同時に電話取れないじゃんなあ酒井っていう人がいればさ、はい、いやいやいいっすよ別に自分はここ残りますって言ったら、いやいやいいよいいよ、おいみおちゃんお前3人分弁当買ってこいよ、これ金やるからっていう人がいればさ、うん、あこういうことなんだっていうことがなんとなくみんなでコンセンサスが取れて、うん、翌日からなんかその何酒井さんちょっと先私ランチ今日行ってもいいですかとか、うん、いうふうなことになるっていう世界がある人と、うん、みんなでまあいいんじゃないっていう中で、酒井さんなんかちょっと睨んでたような気するんだけどあれなんだのかなみたいな、うわ怖っみたいなねそっちっていうことを LINE で話するみたいなね、つまりみんなで詮索詮索になっちゃって、はいはいはい、詮索と忖度になっちゃう、うん、っていうのをなんてなんかこう一回こうオープンにすることで問題がはっきりするっていうか、うん、うん、まあ電話がかかってくるってめったにないことだけど、同時にかかってくることだってあったよ、だから今日はさこうやって1時間の休憩をみんなで順繰りに取ろうよとかっていう話でオープンリソースにすることで、うん、じゃあみんなそれぞれの解決策がこうフィードバックされる、うん、それがオープンにならないことでなんとなくいやいいよねいいよねって言っていいよみたいな、だって私たち別に休憩時間に出かけてるだけで休憩時間外に行ってるわけじゃないし、休憩時間に休憩することは私たちの権利じゃん、うん、だよねみたいな、誰も何も言ってないのに、うん、勝手にそういうことで自分たちを肯定するための策をもう練りすぎてて、まあ、練ってる人はまだいいですけどねいやだからじゃあ練ってないにしてもなんとなくそういうような空気を作るっていうか、うんうん、いうことになっちゃうっていうのは良くないかもね、だからまあオープンにしないと、まあ教育的指導でね、うん、若い子に言うっていうのはあるけど、うん、もういい年越えてそうなんだみたいなのはもうあえて言わないし、うん、で俺だって今さ親父キャラでちょっと言ってみたけど、じゃあそういうこと言ってあ本当井川さんがやるとなんとなく風通しいいですよねって言ってくれる人ばかりじゃないからね、うん、まあ、だけどその日本は、うん、その言わなくても、うん、気遣えて先回りしてとかなって、しかもそれ感謝も言わないでお互いそのそういうだったのになっていうのが、まあまあでも井川さんもまあそういうことを期待してたのかもしれないけど、そうね、だからそういうまあちょっとレスイズモアに戻すと、そういうことです、そういうようななんかこう少ないことで逆につまり説明たくさんのことを説明しなくても伝わる伝える関係っていうのはすごくあのコミュニケーションにコストもかかんない分仕事も効率いいと思ったし、いろんな、なんかいろんなものを作る上ですごくいいと思ったけど、なかなかそういう風にならない、うん、でっていうとまあ一つじゃあ教育みたいなことで僕はこう思ってるよって言った方がいいのかなって思ったところもあるし、うん、なんていうんだろう、モアイズモアだと思ったってことですね。あとそういうふうにレスイズモアだと思ってた人たちが、うん、そういう僕が言う言葉にして言うことで共感して、はい、ああなんだ私も思ってたことを井川さんが言ってくれた、うん、だから、まあそうですね、うん、言ってくれることで、うん、私の留飲が下がってありがとうですみたいなことがあるから僕はこんなおしゃべりになっちゃった。